山口純です。令和元年の12月の3日になります。12月6日から第487回の、12月定例会本会議が始まります。で、一般質問の通告の締め切りが来週の月曜日に迫っておりますので、とりあえず、こういう風な質問したいんでよろしくっていう通告の紙出さなあかんので、今それ作ってるっていう最中です。で、今回はですね、議会の方から意見書を国の方に提出するっていうのがありまして、災害ボランティアの関係の意見書を出す予定になったんですが、それを結局その総務文教の委員長が代表して議会で提案説明しなければならないと、初日から僕議会の方で喋ります。で、また2日目3日目とありますが、なんせ付託委員会やなんやって、とにかく今回も12月の定例会ブログを始めたいと思います。今日はその初日です。あと年末生放送の時はですね、もういきなり年末の話して悪いんですが、ちょっといろいろ今年に入っていろいろ紹介できなかったこともですねありますんで、それも一挙まとめて紹介したいと思ってます。自分の要するに政治の活動の中で役に立つと思われることをですね、紹介したいと思ってます。ぜひですね、12月定例会、一番傍聴を来てくださるのがいいんですが、そんなこと言うだって平日の昼間にですね、傍聴なんか来れるわけないんでね、ぜひ私の動画を見てですね、今回の12月定例会っていうのはどういうもんやったんかっていうのをね、ぜひ見ていただけたらと思います。12月2回生放送させてもらいますんで、順番としては12月定例会おさらい生放送で大晦日生放送といきますんで、その間、ずっともう12月定例会動画出し続けますんで、ぜひご覧いただいてコメントいただければと思います。どんなコメントでも基本的にはもうブロックしませんので、どんどんいろいろ好き勝手言ってもらったらいいと思います。その代わり福崎町のためになるようなことを書いてくれると一番ありがたいですけどね。はい、それでは、これから12月定例会ブログ始まります。よろしくお願いします。チャンネル登録ぜひよろしく。